皆さんこんにちは、ヒロです。今回はリフティング技ピクシー抜きの次のレベル M リワ抜きを解説していきます。 M リワ抜きはドラゴンフライからのピクシー抜きになります。ピクシー抜きをさらに分析していきたいと思います。ドラゴンフライディムオーク、ドラゴンフライからディムオークに入る技です。ドラゴンフライから入るだけでさらにディムオークが難しくなりますね。横から見ていきます。入りは M リワと同じように入ります。ただ M リワよりは高く擦り上げる必要があります。そこからディムオークです。ボールが自分に寄ってくる抜きがいいですね。ピクシー抜きの中だと比較的ディムオークは入りやすいです。ドラゴンフライスメア、ドラゴンフライからスメアに入る技です。ディムオークよりは高さが欲しいですね。高さを出そうとすると足が詰まる時があります。体幹が右に傾いている時、上半身が前傾していて腹筋に力が入っている時、そういう時は足がうまく抜けないです。体幹を左に直す意識と上半身を前傾姿勢にしない意識で抜きやすくなります。横から見ていきます。抜く瞬間のボールの距離が近すぎと低すぎは NG です。上から見ていきます。割とこれは綺麗に抜けてるかなと思いますね。ドラゴンフライパークウォーク、ドラゴンフライからのパークウォークです。抜きの時の体幹を左に直す意識が大事です。横から見ていきます。抜くときに上半身を前傾しない意識が大事です。抜く瞬間のボールは近すぎず低すぎずで、抜きの可動域が出せるところがいいですね。上から見ていきます。自分に向かってくるボールの分、少し体を下げて対応してる感じですね。ドラゴンフライ DOD アウト、ドラゴンフライから DOD アウトです。 DOD はやはり左方向に高く抜く必要がありますね。横から見ていきます。ドラゴンフライから DOD するのはなかなかしんどいですね。足が詰まらないようになるべく大きく回してます。上から見ていきます。まとめです。 M リワ抜きは上半身は前傾しない、体幹は左に直す、抜くボールは近すぎず低すぎない位置、これらを意識することで抜きの詰まりが改善し、スムーズに抜くことができます。通常のピクシー抜きでも足が詰まる人はぜひ参考にしてみてください。自分でも体幹の意識をあまりしたことがなかったので、これからは意識していきたいと思います。意識しなくてもできるようになればさらに成長です。最後までご視聴ありがとうございました。それでは頑張っていきましょう。ではまた、バイバーイ。